シリーズ三日目、四本目のまくり決着はこの方、二号艇堀之内選手です。お疲れ様でした。今日も伸びましたか。今日、そうですね。ちょっと伸びました。はい。そして、三つ目のキューティーとプレゼントになりますんで、お持ち帰りください。では、早速です。振り返っていきます。さあ、進入が一三四、そして五二六で。はい。五コースですね。ゼロ台。はい。ゼロ台ですかね。 たかと思いましたけどもうちょっと前ぐらいいですか、ね、いやもうちょっと切ったかと思ったし<ー> 1>, 1にももうあもう飛ばされるって思って、はい、ギリギリでしたね全部がはいスタートの見え方はやっぱりだいぶ早い感じそうですねちょっと伸びがあの一番伸びてた時より伸びなくなったみたいであ,あ,あのー、今の見え方だったら伸びてた時は切ってたけど 入りますね <laughs>。ちょっと良くない傾向ですけどね。なるほど。そうですね。今節ここまで悩みながらも落ちると三度での戦いです。そうですね。うん、はい。今日は十二レースも後半もあるんですけれども、そのちょっと伸びの、はい、まあ感じがいいと、はい、あの一番伸びてた時よりかっていう今評価ですよね。はいはいはあ、さあこの後、ね、ちょっと。はい まあ、ゲージもちょっとすり始めたんで、はいまあ、その兼ね合いもあるしうんまあ多分後半はこれでいくと思いますはい、はい、あとエンジンとかかもしれないですねまたちょっとそうですねだいぶ考えながらはいはい、分かりました、はい、じゃあ後半カード12レースンに向けて、はい、皆さんに意気込みお願いします、えっと昨日は1号手ですいませんでしたえっとまた あなたのファンの方はちょっとずつ買ってみてください第4レース一着は二号艇、はい、堀之内選手でしたありがとうございました、はい、ありがとうございましたウィナーインタビューをご覧いただきました4レース払い戻し金はご覧の通りです